ノッティングヒルゲート駅は、ロンドンのノッティングヒルにある、ロンドン地下鉄の駅である、セントラル線、ディストリクト線及びサークル線が発着する。この駅は、トラベルカードゾーン1とゾーン2の境界にあり、両方に属する。サークル線とディストリクト線は線路を共有しており、同じホームに発着する。セントラル線は別のホームに発着する。サークル線、ディストリクト線のホームは、 1868年10月1日にメトロポリタン鉄道がパディントン駅からグロースターロード駅まで。セントラル線のホームは1900年7月30日にセントラルロンドン鉄道が開業させた。CLR ホームへのアクセスは最初はエレベーターで向かうようになっていた。両鉄道の駅は最初は道路の向かいにそれぞれの駅舎を持つ別々の駅として開業した。 駅の入り口は1950年代後半に採築された。1959年3月1日にサークル線、ディストリクト線とセントラル線の2つのノッティングヒルゲート駅が接続して再開業した。この際、道路の両側の入り口から切符売り場にアクセスできるようになり、またサークル線、ディストリクト線の駅からセントラル線へはエスカレーターで降りることができるようになった。 このエスカレーターは、ロンドン地下鉄で、初めて、木製ではなく金属製のサイドパネルを持つものである。出入口も広げられ、ノッティングヒルゲートの公共地下道としても、機能するようになる。1968年の映画、アトリーにおいて、レナード・ローセター演じるバス運転手である暗殺者が、お金が詰まったスーツケース爆弾を開けて自爆する場所が、ノッティングヒルゲート駅のホームである。 ロンドン交通局ロンドン地下鉄サークル線、ハイストリートケンジントン駅、ノッティングヒルゲート駅、ベーズウォーター駅ディストリクト線エッジウェア、ロード支線ハイストリートケンジントン駅、ノッティングヒルゲート駅、ベーズウォーター駅セントラル線、ホランドパーク駅、ノッティングヒルゲート駅、クイーンズウェイ駅 ABCDEF、マルチ、イヤーステーションエントリーエグジットフィギュアス。 ロンドンアンダーグラウンドステーションパッセンジャーセー時データロンドン交通局2015年3月31日閲覧ありがとうございます